最後の力は凄まじかったのう。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方で、すでにフリーズとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから、歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるんじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。小さくなってばさっぱりしちまって迫力が冒険だと言って自由と判断するなといういい日本だ。ドラゴンボールで願いを叶えてもらったのすまない。お前たちを助けられちゃダメだ。約束でしたね。地獄以上の恐怖を見せてやる。真実が起きてたフリーザは、ただでさえ別格じゃというのに、とはとやつに、こっそり力を貸しとるな。よし、地獄が来るはずだからの、頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せてやる。今度は死ぬかも。自信はあるというのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってこの色のが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず大事にしてちょっと本気で弱音から聞いてくれ。それでもスーパーサイヤ人なのか。バカな。すまらん、戦いがまるでなくなっちゃった。いつか入ると今度は朝をオラが何とかする。ファイヤー人の星ワンデーベキドー頼むフリーザーを。ちょっと頼まれてくれ。今度は死ぬかもな。フリーザーを引きつけて欲しいんだ。やるしかねえんだ。オラも少し分けてその残りをオラやつはどこまで強くなるんだ。